ニューヨークドールズはアメリカ合衆国ニューヨーク出身のロックバンド、後のパンクロックに多大な影響を及ぼした。彼らのファッションは中性的なグラムロックのものだったが、過激なパフォーマンスや暴力行為などトラブルを常に引き起こす、その存在はパンクにつながるものだったと評されている。活動を当時はケバケバした女装ファッションや旅重なるステージでの暴力、行為、 センセーショナルな言動、メンバーのアルコールやドラッグのトラブルなどで、極物扱いを受けたこともあり人気は持続せず、アルバム2作を残して解散してしまった。だが、その後サンダースが、パンク勃興期のイギリスで人気を得たこともあり、ラモーンズや、セックスピストルズなどの英米のパンクミュージシャンに影響を与え、パンクとグラムロックの先駆的な開拓者として評価、されている。また、元、 ザ・スミスのモリッシーがニューヨークドールズのファンクラブを主催していたこともある。2004年の再結成は彼の尽力によるもの。1975年に在籍していたブラッキーローレスは1982年にヘビーメタルバンド WASP を結成している。ありがとうございます。